こんにちは、プレモリです。今回なんですけども、アプローチ S70 とアプローチ CT10 のペアリング方法を紹介していきます。こちらの CT10 ですが、ゴルフクラブのグリップエンドに装着するセンサーになります。この CT10 をつけることによって何ができるようになるかというと、 S70 自体でも自身がショットしたショット記録を計測することができるんですが、ショット計測が開始されるのがボールを打った衝撃を S70 が検知して計測を開始するものになっています。ただ S70 単体ですと、どうしてもアプローチやグリーン周りでの弱いショットを検知することができないため、ショットしているのに計測が始まらないないといったケースになる場合があります。そういった弱いショットの衝撃を検知できるようにするのが、アプローチ CT10 をつけることで衝撃に対する感度が増すので、弱いショットも計測できるようになります。 CT10 をパターにつけることでパターの計測が行えるようになるのもその効果によるものですね。ラウンド中のショットのデータもちゃんと記録したい方は S70 と一緒に使っていくのがおすすめです。アプローチ CT10 ですが、3個セット、14個セットで販売されてます。14個セットは使用する各クラブに取り付けていきましょう。3個セットの場合にはセンサーは3つしかないので、1つ目はパター、残りをグリーン周りでよく使うクラブに取り付けるのがおすすめです。どれに取り付けなきゃいけないって決まりはないので、お好きなクラブに取り付けていただいても OK です。ただ1本はパターにつけるようにしてくださいね。またパターにつける際の注意事項として、オデッセイの一部のパターに対応してないのでそのままつけることができません。グリップエンド部分がゴムではなく金属タイプであったり、グリップエンドに穴がない場合には取り付けることができません。オデッセイのシャフトにはストロークラブシャフトというものがあります。こちらはシャフトのグリップ側にウェイトが入ってるので、 CT10 のネジ部分を削ったりして加工しないと取り付けできません。 CT10 を購入される方はまずパターのグリップエンドに取り付けられるか確認してから購入しましょう。 S70 に CT10 のセンサーのペアリング方法を紹介していきます。ペアリングは CT10 をクラブに取り付けて1本ごと行っていきます。ペアリングしたいクラブを用意します。それ以外のクラブはバッグなどにしまっておきましょう。今回はセンサーだけでペアリングをやっていきます。時計の右側の真ん中ボタンを押してメニュー画面を開きます。設定をタップします。次にセンサーの項目を探します。次に追加をタップします。次にクラブセンサーをタップします。ここでペアリング際の注意メッセージが表示されます。よく読んでおきましょう。少し待つと検索が始まります。そうすると S70 が CT10 を見つけるので、この CT10 が何のクラブについてるかを選んであげます。今 S70 で表示されてるクラブの名前は専用アプリガーミンゴルフで登録したものになります。スマホのアプリ上でどこにあるのか確認してみましょう。アプリを開いたら右下にある詳細のアイコンをタップしましょう。クラブセットをタップしましょう。このクラブセットで登録されてる内容が S70 にも表示されます。このクラブセットは自由に追加編集を行うことができます。新しくクラブを追加する場合には右上のプラスをタップします。クラブを追加の画面が表示されます。ニックネームにはクラブの名前を入力することができます。クラブタイプは登録するクラブタイプを選択します。いろいろなタイプが選択できます。日本であまり見ないタイプの登録もありますね。
選択するとクラブタイプがそのクラブに変更されます。シャフトの硬さや長さも合わせて登録することができます。シャフトの硬さ、長さに関しては特にデータに影響ないので、そのままでも大丈夫です。内容を完了したら画面右上にある保存をタップします。保存すると先ほどのクラブセットのリストに追加したクラブが表示されるようになります。ニックネームにクラブのメーカーとか入れると管理画面も見やすくなりますね。S70 本体で登録するクラブ選択を行っていきます。今回はパターを選んでいきます。これで CT12 クラブを割り当てることができます。このセンサーがパターで登録されたことになります。続けて他のセンサーの登録を行う場合には、レテンをタップすると次のセンサーを登録できます。今回はセンサーを一つしか登録しないので、×をタップします。これで設定が有効になります。センサーが登録されていると、クラブセンサー画面を開いた時に、先ほど追加したクラブ名が表示されます。タップするとセンサーの再割り当てや、センサーのバージョン確認が行えます。再割り当てでは、センサーを別なクラブに紐付ける時に行います。バージョン情報では、センサーのバージョン確認や、センサーのバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示の目安はこんな感じです。100% に近い場合には、チンと表示されます。バッテリーの寿命は使用頻度にもよりますが、約4年となっています。ラウンド数で言うと約100ラウンドになるそうです。CT10 のバッテリーはリチウムコイン電池になります。電池は CR2032 になりますので、残量が減ってきたら交換しましょう。これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。